どうも、みつみついと申します。今回は緑の仮面より登場するオーガポンというポケモンを使っていきたいと思います。ご覧の通りとっても可愛いポケモンなのですが、オーガという名前の通り鬼なのでめちゃくちゃ強いです。新登場のポケモンなのですが、すでにランクマッチで解禁されており、使用率トップグループに食い込む快進撃を見せております。使用がいろいろと特殊でして、持たせた仮面によりタイプ、特性、専用技、ツタコンボのタイプ、そしてテラスタル後に上がる能力が変わります。ちなみに専用技ツタコンボはタイプが変わるだけでなく、威力100、命中100で急所に当たりやすいというなかなかとんでもない技です。今回私はかまどの面を持たせて草炎のオーガポンを使っていこうと思います。このかまどの面のオーガポンは草炎でカバーできる範囲が広く、特性型破りなのでもらい火や化けの皮を許しません。そしてテラスタルすると攻撃ランクが1段階上がるという、なんかもういろいろすごいです。そんないろいろとすごいオーガポンで今回はランクマッチを暴れていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。犬のお味噌さん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、結構久々の対戦動画なのね、頑張っていかないとなと思うんですけども、とりあえずオーガポンのお面は被ってるし、パーティーも結構被っててちょっと恥ずかしいという感じでございます。というわけでね、とりあえず出してみるか。オーガポンとりあえず出してみて、あとは野となれ山となれでウーラオスとかペンギンとかでなんか頑張れ。よし、さてさて、あら可愛らしい鉄の包みさんで、こちらはオーガポンと。はいね、このお面がねあんま可愛くないんだよね。ブーストエナジーとかはないから、これタスキですかね。んーね、ピカチュウのお面はとてもいいんですけども、まあ、とりあえずちょっとウッドフの、なんか今あんなカットインありましたっけ。ハイドロポンプなんとか耐えていき、ウッドホーンをキンキンラロン、ウッドホーンで回復してどんなもんだろう。回復して次受かるかな。受からなそうだな、ちょっと受からなそうだなと思うんだけど、まあここで実はね電光石火があるんですよねと思ったら、ここでまあでも海流ここで出していただけるのはちょっちゃありがたかったで、これでマルチスケール破壊できますからねと思ったら、5つ目かーい、お前5つ目かーい、じゃれつくれ。まあ5つ目のやつは飛行テラスタルのやつですかね。ノーマルか、5つ目ノーマル海流。じゃあこれ神速をちゃんと持ってて神速でぶっ飛ばしていこうみたいな、あれかね。5つ目だけど結構攻めに使っていくみたいな。あら可愛らしい祭りちゃんが。ここはウーラオスでなんですけど、どうしよっかなこれ。いやでもここはインファイト打つしかないか。巨獣音がいたらここで変えてくるかなと思うんだけど、インファイト打たないと苦しいでしょうね。なんかカットイン演出みたいなのなんか増えましたかね、ランクマッチ。ちょっと今までとちょっと演出が違う感じがするというか。サーフ号、巨獣じゃなくてサーフ号がいたか。なるほどね。ここはもうね、なんかカットインみたいなのありますよね。もう水テラスタル水流連打で行くぞ。よーし頑張れクマ。結局クマしか勝たん。頑張れ。おー倒せなそうかな。ちょっとギリ足りてなくないだよね。ギリ足りてないんだよなこれ。海流の神速受からなかったら負けですよね。鉄の包み、まあ、ここはアクアジェットで取るとして、神速結局これ受かんないんじゃないかなっていう気がするのですよね。どうしよう、こうなったらアクアジェット打っといた方がいいかね。いやアクアジェットでもあれか、神速の方が早いのか。神速これ受かんなそうか。おお受かった、やっぱりクマお前はどっかおかしいぜ。受かった、残った。いやーというわけでね、復帰1戦目から非常にいい試合でしたけども、オーガポンはねそこまで関係ないというか、向こうは出してすらいないですからね。こっちのオーガポンは早々にやられてるし、まあでもねちょっとリハビリ期間ということでね、許していただけたらありがたく思います。というわけでね、対戦ありがとうございました。
はい、とけでマッチングいたしました。シラクでいいんでしょうか、対戦よろしくお願いいたします。とけでね、まあね、やはり噂通りね、日本国民は今全員オーガポンを使ってるというね感じでしょうか。ここはペンギンからいくか。ペンギン、オーガポン、やっぱウーラオスかな。ちょっとさっきの試合の残像がよぎる。さてさて、オーガポンは使ってくるのでしょうか。ディンルーか。私は鉄の包と、災いの器で特攻が弱まってしまいましてですね、クオークチャージでね上がるの素早さなんでね、頑張ってハイドロポンプ当てても多分倒せないと思うんで、ここはフリーズドライで氷を狙うっていう卑怯な手を一回やってみるというのもありかもしれないと思ったら、なんでしょうね、ドクテラスタルとかでしょうか。フェアリー、確かにフェアリーも多いですよね、このどんぶりね。フェアリーが乗ってること乗ってること。フリーズドライをかまして全然効かなくて、ステルスロック、フームステルスロック、これが嫌なんですわな。まあね、そうなったらこっちはアンコールですわ。もう一生石を撒いていくだけのね、どんぶりにしていくという、そういう感じで。もうね、ステルスロックはね重複できないんでね、何が出てくるか分かんないし、ここはフリーズドライ打っとくか。引っ込めて、はい、なんですのん。はい、お、フリーズドライはこれ正解じゃないの。私これ正解じゃないの。おいしょーと、いいね。とてつもなくいいダメージ。ありがとうございますと。守る。ほう。一回守ってから交代みたいな、あれでしょうかね。まあ、ここはフリーズドライでいいでしょう。引っ込めて、まあディンルーじゃないの。はい、ディンルーと。今んとこディンルー平らしたというね、ちょっとたるい感じがいたしますけども、フリーズドライをかましていき、ここでハイドロポンプの一つでも見せてやるか。当たれ、おらー、どうしようっと、あんま効かないね。あんま効かないね、これ。ディンルーのとりあえず木の実だけはちょっと破壊しましたけど、空気飛ばし。さて何が出るか。おい、あら、オーガポンちゃんかわいいですね。ステルスロックが痛いですね。型破りですね。これツタコンボで、ツタコンボやれ、おりゃー。うん、まあなかなかいいダメージ。地割れですって地割れですって。で、僕ここね、ヘイラッシャーに変えてくるんじゃないかなと睨む。そんなことはなかった。まあでも回復できたし倒せたので、よしとす。す。オッケーオッケー。自信を採用してないってことはまあないと思うんで、なんか一発かましたれみたいな感じでしょうかね。はい、なんですの。あれ、ヘイラッシャー出してくんの。まあここは守るから入ってくると思うけど、特にやることもないんで、ウッドホーンで行きますけど。あら、コマ通してくれる。そして受かるんだ、これこれ受かるんだ、マジか。まず、マジでございますか。呪いも積まれていくし。あれ、ここは通してくれるんだ、なんでやろ。なんか深読みの末か、まあもう一回守るしてももう厳しいかなっていうのがあったんでしょうかね。そしてクマさんですかね。クマさんが出て、これ水のやつですよね。ってなると、私目はテラスタルを切れないので、醍醐味であるテラスタルをね、すごい切りたいんですけどね、切れないという、そんなジレンマがございます。はい、研米。あら、もう研米しても難しいんじゃないのって思うんだけどね。アクジェでもさすがに大丈夫なので、これで勝ちとね。もうテラスタル切らなくてもオーガポンが3立てしてる。オーガポン普通にめっちゃ強い。ただ醍醐味であるテラスタルをなかなか切らしてくれないというね、こうなかなかこう難しいですね。炎じゃない方が良かったのかしら。いやでもね、テラスタルなくても全然強い。はい、マッチングいたしました。葵ちゃん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、ここはクマからいきましょう。クマ海流オーガポンで、
さてさてね、よろしくお願いいたしますね、キラフロルさんと。へいへい。まあ毒ビシは撒かれてしまうかもしれないけど、私はぶん殴る。これで行く。もうそれ以上の仕事はさせん。行くで。やっぱこのカットイン追加されたよね。これがねかっこいいんだ。ねえ、毒ビシどころか毒ビシになってしまいますけども、毒ビシって3つ来た場合どうなるんだろう。これって3つになった場合、毒ビシとかになりますね。これってどうなるんでしょう。さすがにならない。まあ、ならいいってこともないけど、よくもないけど。ヘイカイリュウ、ヘイシリ。カイリュウに有効な技、まあアイススピナーがあるけど、これ5つ目のやつかね。どうなんだろう。どのカイリュウ、とりあえずアイススピナーで5つ目か。もうカイリュウはね、みんな無限に5つ目を持っておると思ったら、電磁波、嫌なカイリュウですね。これ電磁波羽休めみたいなやつかな。うーわ最悪。まあでもキラフロルから入るようなやつって、まあそうか、これは最悪だね。ちょっともう凍ってくんねえかな、めんどくせえから。無理か、羽休め。これどうしようもないんだよな。しびれて動けない。これどうしよう。多分向こうもどうすんだろうな。エアスラッシュ、変なやつだったねえ。くっそ。じゃあこっちも海流で行くっきゃない。竜前で、ね、非常に可愛らしい睨み合いが続いておりますけどもね。え、私はお面をかぶっておりますけども、お面をかぶることによってね、はい、電磁波をしっかりとかわしていきます。これがねプロの所業。はいと、ありがとうございますと。もう一積み行きたいとこまであるんだけど、アンコールもある可能性あるから、ここはアイアンヘッドにしておきましょう。これ丸助がね崩れるのはすごい嫌なんだけど、オッケー、よし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 。おりゃ昼目、もう一発昼目、昼目昼目昼目、オッケーです。でーす、麻痺は昼目で突破する。いけ、昼目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 、あー昼間か、くっそ惜しい。もっぱつ昼ます。おりゃ昼目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 、あー昼間昼間けど、電磁波は甘えですね。これは甘え、その電磁波読んでるよ。ありがとうございますと。バカめんどくさいんで、ここもうテラスタル神速で通ります。あら引っ込めた、やべえ、なんだろう、磁場コイル、マジポン。どうしよっかな。ここで地震って打てないよな。いやここ地震打っちゃダメだろ。打ってよかったんだ打ってよかったんだ。昼目、あー無理か、くっ甘えた。しかし私にはオーガポンがおります。はい、とっても可愛いです。毒は苦しいです。猛毒浴びております。型破りです。今となってはこの型破りにも意味はありません。おーりゃっと、とりあえず磁場コイルはこれで倒していくと。そしてまあ毒がまあめちゃくちゃ苦しいんですけど、はい、カイリュウ、これはもうじゃれつくを当てれば勝ちのゲームのはずと思った。そっか、まだテラスタル残ってんのか、こうやつとは言っても、もうじゃれつく浮かんねえべ。おいしょ、さすがにね、さすがにね、オッケーオッケー、オーガポン強いぞ。ただし私ここまでこのオーガポンの醍醐味の一つであるテラスタル一切使えておりません。使えたなくてもね、勝ててるんだから、うんね。はい、マッチングいたしました、井上さん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、初めてオーガポンがいないパーティー、オーガポンがいないどころか結構珍しいパーティーですよね。これはサザンドラ行ってみるか。サザンドラクマ、オーガポンで、さて頑張っていきましょうね。え、バサギリちゃんと、お緑色の、ね、え緑色のバサギリちゃんと
私はサザンドラちゃんでございますと、まあ、お互い石の巻き合いにはなるんじゃないかなと思っておりますけど、これはね名刺交換ということで、やっぱ社会人としてのマナー、これは守っていきたい所存と。岩石アックス効くね。石も巻かれていきまして、はい、ただしここで私のねレッドカードが火を吹きますと。せい、何が出てくるでしょうか。渓流はそうね、どうしよっかな。渓流、これ何、食べ残しのやつ、またなんかちょっと嫌な渓流かな。電磁波で当ててね。なんだこれは、なんだこれは。ノーマル、意外となんだろう、嫌な海流かなと思ったら結構神速とかやっちゃうタイプでしょうか。そうではない。とりあえず電磁波をぶち当てることには成功と。おい、なんですの、しびれて動けない。しびれて動けないとこれが何をするやつなのかはさっぱりわかりませんと。吠えれたら吠えたいよな。竜舞、おっと、吠え成功。オッケーオッケー、ナイス吠え。はいーと、さらばと。でも食べ残しか、結構竜舞のやつで普通に食べ残していくという。そして雪目の子ちゃん、あとエフェクト的に色違いなんですかこれ。あんま分かんないっちゃ分かんないんだけど、バークアウトですり替え。あら、なんですの、これこだわり、こだわってます。鉢巻き、鉢巻かれた、まあ、とりあえず特攻は下げたぞ。呪われボディ封じ、ああちょっとこれどうしよう。鬼火を巻かれまして、そして私はねバークアウトが封じられてるので出すことができる技がないので悪あがきしかできませんとねえ、もう恥ずかしい、お恥ずかしい。まあどっちにしろ次で自主退場はできるので起点になることはないんじゃないかなと。道連れ、どうせ倒れるんだけどねだから向こうの雪目の子も残しときたくないってことなんでしょうね。はいね、まあお互い潔くね倒れていき、さてさて、私はどっちが出されてもある程度大丈夫なウーラオスちゃんを出していきますと。まあ読みはおおむね成功ではないでしょうか。へい、にしてもあれだね、さっきからこの相手を見る様子を見るかなんかずっと出てるんだけど、これこんなにずっと出てるやつだっけこれって、水流連打でうりゃー、お強い強いぞウーラオス、バリ強い。これはウーラオスで試合を決めることができるのでは私オーガポンのテラスタルが見たいなっていう、なんかそういう気持ちもあるのですが、どうなるだろうね。でも勝ちたいという気持ちには変えられないし、手を抜くのは絶対違うじゃない、ほら、神速、この神速でやられたらまああれですよね。あ、全然やられない、大丈夫です。でインファイトでドスコイ、はい強い。最後の試合に至ってはオーガポン出てきてくすらいない、ごめんねでも勝つことって大事だから。よーし行くぞ。はい、テラスタル、ツタコンボ見せたれ、この斜面で。うおーっとね、えライドしながらのテラスタル、何気に初めてやったかもしれない。おいおーおー、すごいね、やっぱ特殊演出で。いやー、これをねランクバトルでやりたかったんですけど、あーちょっともうちょっといい角度で見たい。あーいいね、おーすごい、裏面こんななってんだ、それ前見えんのかな。おーすごい、マルチなアングルでね、え逆にこのマルチなアングルはねランクバトルでできないですからね。もう逆にこのようにね別撮りしてよかったという説もねあるかもしれない。おい、何ですか、ちょっともうもうテラスタル切れないので、ちょっとこれ以上戦闘してもね、だってもう1回しかできないですからね。なのでちょっと無駄な接種はしないということで逃げます。はいはい、まあそんな感じでね、ちゃんとね動画の中でテラスタルも切ったぞというね既成事実は作りました。というわけで改めて以上でございます。失礼いたします。お疲れ様でした。